原発事故子ども被災者支援法基本方針の見直しに関するですね、抗議の記者会見を始めたいと思います。私はこの子ども被災者支援法ができたときに日本で初めての過去に例のない原発事故を受けて国中できちんと子どもたちを守っていこうという気持ちの表れだったと最初はとても嬉しく受け止めました。しかしその後基本方針の策定などを見ているうちにだんだんとこれはただのポーズであって少しずつ本当のことを隠していこうと思っているんじゃないかなというふうに感じるようにもなりました。そして今回の改定なのですが、例えば健康被害に関しても私たちの実感と国が言う影響がないという言葉とはかけ離れています。甲状腺に関しても甲状腺がんがこれほど子どもたちが出ている、しかしながらそれは被爆の影響なのか過剰診断なのか判断がつかないのであれば被爆の影響であるかもしれないということを念頭にまずは子どもを守る、そういうふうに動いてくれるものだと思っていたのが裏切られてしまったというのが今の気持ちです。本当に受け入れることのできない今回の改定です。決して線量は下がったとは言っても元に戻っているわけでもなければ、安心して健康な生活ができると思えるレベルではないのです。そしてましてや低線量であるから大丈夫だとでも言うようなこの考え方は経験のないことを私たちに押し付けることだなと思っています。最初の基本方針が出た時は本当に私も若干期待してたというのもあるんですけど、本当に救済してもらえるような内容が出るんではないかという期待もちょっとはしてたんですけども、実際出てきたのはもう本当にそれまでの行われてきたものをただ要請集めて、羅列しただけのものが出てきて本当に失望といいますか絶望しました。はっきり言って私が想像してた、流れよりも非常に早く新たな改定といいますか、もうまさにその非難する必要がないという、これ新たにというのが何か付け加えられましたけど、ちょっとそこも私は非常に特に今回の大臣の会見では納得のいかないところがありまして、避難者から、批判が多かったからっていう何か言い方でこの新たに避難する状況にはないって新たにをつけたという、本当にこの新たなとはがついたものの避難する状況にはないというのが、私から見れば全く科学的な根拠もなく、そのような断言をしていて、おそらくこれは歴史が証明するといいますか、もっと本当に時間が経てばそんなことはなかったということに残念ながらなりそうな、なるであろうと私は思ってしまってるんですけども、ただその場合何らかの被害が出てしまうと結局後から取り返しがつかないので、そんなことがないようにするためにも、この、新たな、避難する新たに避難する状況にはないという部分は非常に問題が大きい、罪の大きい文言だというふうに感じました。その国自体が、政府自体もですね、官僚の方々もその被害者被災者の生の姿を見て政策を決めてるわけではないっていう、あくまで経済的な観点から物事を判断して行ってきている。そのためにさまざま問題が出てしまっている。住居のこともそうです。それほど大した予算がいるわけでもないのに手当てをしようとしない。本当にそういったことを見ていて怒りが込み上げます。一つ一つが人の姿を見えていない、そう感じます。2年前は、若干期待してたというところがあったと思います。具体的に現実的に何かを貸し取れるのではないかという期待が2年前はまだ少しだけ残っていたと思います。その後の2年間の時間の中で、そういったことはないんだということをたびつつどつど、思い知らされて、この国に期待するということができないという現実を目の当たりにして迎えた2年の中で、今回の改定案に接して具体的に何かを貸し取れる云々ではなくて、これはもう私の子どもたちや未来の子どもたちに対する親としての大人としての責任だというところで
声を上げていくことをやめてしまったら、その責任を私は放棄して、彼らに対して無責任な親の一人になってしまうということを、絶対そうになるわけにはいかないと思って、今日ここに参りました。これからもその、気持ち一本で頑張っていきたいと思います。以上です。皆さんがですね、非常に気になっているというその避難する状況にはないという文言ですけども、その事故から4年経って新たに避難する状況にはないと言われると、私なんかは避難するんだったらもっと早く、つらい皆さんのように、早く避難すべきだしですね、4年間経って、放射線量もですね、確かに元が高すぎたってなるんですけども、かなり下がってはきているという状況で、今から新たに避難する状況ではないというのは、またその通りではないかと思ってしまうんですけど、ここはどういうお考えなんでしょうか。4年も経ったと言いますけど、4年経ってやっと分かってきたことが私たちとしてはたくさんあります。で、先ほどの土壌汚染なんですけども、例えば郡山の500川パーキング13万6千ベクレルパー平方メートルとありますけども、セシウム137の場合には、その半減期10回繰り返して1000分の1になります。300年経ってゼロが3つ取れるんです。ですから13万6千が300年経って136ベクレルなんです。これでも新潟よりまだ高いんです。土壌汚染というのはこういうことなんですね。で、コンクリートアスファルトは付着したものが雨風で現れますから、もうそれ以上飛散することはないかもしれません。でも土壌は舞い上がります。それからコンクリートアスファルトでも車が通行することによって放射性微粒子が空気中舞ってます。で、甚だ遺憾に思うのは、こういったことをまともに検証してないんですね。空気中舞ってるものについて我々は、ダストサンプラーというものを回したりしながら空気中の放射性微粒子を捉えてますけど、ホットパーティクルという極めて危険なものが舞っています。私も本当怖いです。これが4年間調べてきた結論であって、とてもとても新たに避難する状況じゃないというよりも、私の場合は避難というより定住を考えております。その機会が来ればですけども、そういう状況です。移住ですね。ごめんなさい、移住です。失礼しました。空間線量計だけですとあまり分かりにくいんです。ですが、ベクレル計を使って、各所を測りますと、非常にまだひどい汚染があるというのがよくわかる。で、そして、そこで子供を遊ばせるということは、この、指定廃棄物レベル、ただの廃棄物ではない、指定廃棄物レベルのものをこう手で触ることになるわけですね。これ掘ってしまうと薄まるんですけども、子供が触れるなんて本当この表面のちょっと数ミリですよね。掘ったとしても数センチとか、そうすると日常的に触れるところ、もしくは家の壁とかなんか手すりとか、そういうところにもやっぱりそういう細かいのがついてまして、それこそが危険なんですね。で、やはりそういうところで触らないでねとか、もしくは例えばなんか森の林の中とか除染してないですけど、そこは行かないでねとかっていうのは子供には言えないんですよ。そこで遊ぶものですから、ですので、だとしたらやっぱりそれが実際の害につながるかどうかちょっと置いといたとしても、そのような指定廃棄物みたいなものを日常的に触るなんていうのはやはり本来はおかしい話でありまして、そこからは今現在から、現在その5センチから避難したいというのはそれは当然の、願いだと思います。今更避難するぐらいだったらもっと先に避難したんではないかというお話もありましたが、もちろんそうなんですけれど、直ちに健康に影響はないという広報とともに、それを信じてすがみついてしまったっていう人も少なからずいるんです。で、だんだん4年経って分かってきた、だからもういい加減、危ない、やめなきゃこんな生活っていうふうに今になって気づいている人がいるっていうのも現状ではあります。ただ全部が全部そうではないんですけれど、そういう人がいて今新たに避難する状況にはないというふうにバサッと切られてしまうのは、決して避難者を考えていることではないし、寄り添うという言葉には反するのではないかなというふうに思っています。国が言って、環境大臣が言って、環境省が言って、役人が言っている、そんな甘い状況ではないです。そこをもう少し皆さんに見ていただければ、またちょっと違うのかなというふうには感じています。よろしくお願いします。